こんにちは、チャッキーです。平日のレースイスキー場にやってきました。昨日の夜は雪が降ったのでパウダーに期待です。よいしょっと。強風、吹雪、弱い風、そして猛吹雪って感じでした。山の天候はコロコロ変わるって聞きますけど、まさにって感じでびっくりです。雪は積もっててパウダーの場所もあるんですけど、風が強すぎてガリッとしたりモフッとしたりで滑るのが難しかったです。モフッとしたと思ったらガリッとして転んだりと、忙しいけどとっても練習になりました。本日の気温はマイナス6度、積雪量125センチ、ゴンドラは強風のため運休でした。こんな感じのコンディションでした。ではあと1本滑りに行ってきます。Yeah.